あ、来ました来ました来ました。どうもこんにちは。いやぶっつけ本番で、はい。あ、それ iPad ですか？あ、はい、そうです。どうですか？あ、いいじゃないですか。あ、やっぱ違う。ちょっとやっぱ音質聡明な感じしますね、多少。ああ、うん。前ね、録画聞いた時に、田中さんのだけ聡明で、僕のほら、なんかイヤホン通してたでしょ？そうですね。あのマイクはちょっとね。うん、ね、なんかもやらっとした感じになってて。はい。あ、音質良くなりました。ありがとうございます。音良くなりましたと、音レポいただきました。そうそう。アシさんはもう、打ち合わせどころか、飛び入りでしたもんね。飛び入りっていうか、今暇してる人、よかったら入ってみたいなんで、心よく入ってくださったというね。いや、あれね、ちょっと、先生すみません、ちょっと、はいはい、ぜひぜひ。僕の話なんですけど、うん、皆さんはね、ライブ配信、僕のやつを見てくださってるんで、あ、この、いつも見てるこのおじさんと話がしたいと。いつも見てるこのおじさんやったらいいだろうっていうことでみんな入ってくださるんですけど、僕は皆さん、ほんまの初見ですからね。急にパッと画面が、に現れてね、こんばんはっていう、みたいな感じで、僕からしたらこう、うわーみたいなね。ほんで、あ、この人どんな投稿してる人やったかなってこう見たりしてね。ちょっとそういうこう、僕は実は、めっちゃドキドキしてるっていうね。それちょっとなんかメーターで見えるようにしてほしいですね。いや、ほんまどのぐらい焦ってるか。いや、ほんと。汗かいてるか。こうやってここにコメント、ライブにコメントくださったり、まあ投稿なんか、写真の投稿なんかは拝見してても、その、いざ喋ってみるっていうのって、すごいこうなんかこう緊張感があるというかね。うん、あ、こんな、喋ったらこんな感じなんや、みたいな。じゃあみんなはこの画面慣れてるわけですもんね。そうそう、これ慣れてるわけですよ。田中さんにも慣れてるから、みんな見てるわけですよ、ずっとこうやって、ね。そうそうそう。だから、もうすごく親しい気持ちで喋り始めると、実は田中さんがから初めてやって、声聞くのも初めてだしっていう。そうそうそう。それはあるでしょうね。そうはい、というわけで、もう夏休み最後の週と、ね、いうことなんですけども。前回が6月末でしたっけ？ね、ちょっとね、僕夏バテでしたね、完全に。まあでもその、夏休みの間に1回できて、なんかいい感じですよね。夏の最後に。何ですか？いや、花火ですよねっていう。あ、花火ね。田中さん結構花火するでしょ？花火結構するでしょって、すいません。結構するでしょって。しそうな顔してるなと思って、いや、絶対この人一人でもしてるなと思って。その間、半分当たってますよ。うん。絶対好きやと思う。いや、そうなんですよ。これ言うてええんかな？やっぱ、火薬ってロマンじゃん。来た。それです、それ。それ楽しみにしてました。ちょっと最近その話で、ちょっとね、仕事の人と盛り上がってしまって、昔のね、もう時効ですから大丈夫。時効。そうそう、時効。子供の時の話っていうことでね。やっぱりなピンときました？ピンときましたね。さすがですね。いや、やっぱりそれはね、もう自分の体験で自ら経験してみないとわからないこといっぱいありますからね。はい。まず、ちょっとそこは、後にして、まず、はい、綺麗な話から言いますと。あ、花火大会って、うん、琵琶湖とか PL とか大きい花火大会って、はい、電車とか車で行くとすごい混むじゃないですか。そう、本当にね。ほんで、すごい早くから行かないと、前まで行けないと。だから僕は、当時はバイク。二人乗りできるバイクね。おお、大きいバイクや。ちょっと、ビッグスクーターみたいなの乗ってたんで、うんうん、まあ、ビッグスクーターまで行かないですけどね。うん、でそれでまだデートに行くわけですよ。いやー。ね。素敵やん。若い時ですよ。いいなぁ。新井さん、どうもこんばんは。今ね、花火デートの話してますんで、ちょっと聞いてくださいね。最高やね。で、まあ、これも、言うていいんかな。まあ、もちろんバイクやったら、スリスリってすり抜けていけるじゃないですか。うんうん。やろうと思えばね。うん。で、やっちゃいけませんけどね、すり抜けは。道路の左のその自転車通るとこ。うんうん。
あそこしようって行ったりするじゃないですか、スクーターってね。うんうん、今やってます。飽きませんけども。うん、で一番あかんのは、これ一番やったらきませんよ。こう、こっち行きとこっち行き、まあ、道路ってこうなってますよね。この真ん中って常に空いてるわけですよ。あ、やっとるやっとる。これやっとるかもや。ここシューって言ったら、シューって言ったらね。もうノンストップでこう渋滞をすり抜けていけるわけですよ。まあ確かにね、あの、やっと飽きませんよ。入ってこなければね。そう、やっと飽きませんよ。あの、その時はデートですから。だって後ろに乗してるんでしょ、あんまり危ないことできないよね。そう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 。渋滞の中をね。うん、早く行きたいしね。いや、これは早く行く目的じゃないんですよ。お。やっぱりこう、なんて言うんですか、その、世間と違う時間が僕らには流れてるんだよっていう感じ。いやー、なんか田中さんらしいですね。素敵じゃないですか。でしょ、僕のとこは違うな。いや、あの、そうそう、例えばそれそれ、夜中の車一台もいない道路とか、うん、こう、シューってこう、走るのって気持ちいいじゃないですか。はいはい。ああいう感じですよね。世の中は止まってて、うん、時間の流れすら違うと。おー。それでも後ろの子感じてるから、それ田中さんの頭の中だけじゃん。ちゃんと言うた、それ僕らだけの時間がすごい過ぎてるねって。いや、そう、似たようなこと言いますよ。そのみんなと違う世界観でシューっていくって気持ちいいねみたいなね。うんうんうん、うまそう。そうそう、なんかそんな感じで行くとするとですね、うん、どんなに渋滞してても、うん、その花火の真下まで行けるわけですよ。おお、え、行けるの？行ける。花火の真下まで？真下まで行きます。ま、いやいや、待って、琵琶湖やったら、その、一番のその、浜のヘリまで。へぇ、バイク最高やね。でもみんなそんな人ばっかちゃうの？他の人たちもみんなバイクで行ってるんだちゃうの？いや、もちろんバイクの人も多いですし、うん、言うてもやっぱり車と電車が圧倒的ですよ。ああ、そうなんやね。一番その、会場になってるとこは人いっぱいですけど、うん、駅が一番近いね。はい。けど花火が上がるとこにほんまに近いとこってその会場じゃなかったりするんですよ。確かに危ないからね。そうそうそう。だから反対側とか、ちょっと脇外れたところの堤防の上をピピーっていくと、またすっごいバックステージじゃん。そう、ずるい。いいね、バックステージね。こう人混みの中で見てもまあもちろんいいんですけど、うん、なんかこう2人のために花火が上がってるみたいなね。まあたまらんな、このおっさん。またどんな演出は素晴らしい。で花火を楽しむっていうのに真剣にね、ちゃんと。だってそれあらかじめどこから花火上がるかとか知ってないとできないことでしょ。そうですよね。す、会場がどこであって、みんなが見る場所がどこで、だからこっち側に行けば人はいないはずやとかね、相当調べないと。そうですよ。あの、それ、あ、それはね、人がどこに集まるかっていうのはちょっと先には分かんないんですけど、いや、それは去年知ってれば分かるんでしょうけど、うんうん、だ、先読みしないと。すごい。地図見て。どうやって先読みできんの？どうやって？地図見て、うん、駅がこうあって、広場がこうあってとか、あ、ね、で、あ、大体人の流れってこう行くやろな、みたいなね。うん、で、あ、ということはこの辺とか穴場かな、とかね。うん、空から目線だよね。ドローンとかなかったしね。そうそう。僕それ好きなんですよ。すごい。